プロ野球ドラフト会議が24日、都内のホテルで行われ、明大の宗山類内野手、4年イコール高陵はドラフト1位で西武、楽天、広島、日本ハムソフトバンクの5球団が競合し、楽天が交渉権を獲得したコンドラフト最多の5球団から指名されても、楽天、森井球団社長が当たりくじを引き当てても表情を変えなかった。 その理由を聞かれると、正直ここまでの球団に指名していただくとは、イメージはあったが、指名された瞬間はびっくりした。驚きがあった。表情に出さないようにいつも通り、平常心でいようと思っていたと説明し、どこの球団になってもそこでとにかく頑張るだけという気持ちでいましたと続けた。平常心を貫いたのには理由があった。自分のドラフトでもあるんですけど、 いろんな選手が指名を待っていて、自分の同級生も、高校の同級生や後輩も指名を待っている状態だったので、そこまで指名されてから、本当の意味で安心できると思ったので、そこまでは病状心でいようと思っていましたと、チームメイトや仲間たちへの気遣いを口に。楽天のイメージについて、若い選手からベテランの選手までレベルの高い選手がいると印象を語り、 仙台については行ったことがないので、仙台に行って好きなものを見つけていきたい。話をしたい人として遊撃のレギュラーである村林を挙げ、内野手の方には積極的に話を聞きに行きたいと思いますとした。まずは開幕から試合に出たいという思い。